そしてその輪がどん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 広がり、いよいよ先ほど岩田会長が言われるように2020年東京オリンピック・パラリンピックの時には、私たちはスポーツではなかなか会場がありませんけど、文化で、文化、皆さん方の見越しは文化であります。江戸時代からずっと続いたこの文化を大切にして、この文化をこの豊島区から池袋から発信していきたいという、そんな思いがしているわけであります。これからも皆さんとともに元気な豊島区、今日皆さんの一人一人のお顔を拝見いたしますと、何か日頃のおとなしい顔が、なんか規律正しくピーンと緊張感に包まれて、おみこしを担ぐぞという、そういう気迫を感じます。これからもこのふくろう祭り、私たち行政もしっかりと支えてまいりますので、変わらぬご支援をいただき、今日の49回この祭りが盛大に盛大になりますことをご期待申し上げ、ご挨拶とさせていただきました。頑張ってください。ありがとうございました。高野幸和豊島区長よりご挨拶いただきました。これらの進行は神輿責任者川島翔平に代わります。皆様お待たせいたしました。ただいまより第49回福野祭り代理主パレードを取り行います。パレードに先立ちまして一言ご注意申し上げます。見物の皆様は反省に応えてください。反省以外の方は歩道に上がってください。また危険な場所での見物者にお願いください。立ち手の皆様は自分の担当に腰を担ぎ、絶対トラブルを起こさないようにお願いいたします。それでは、本日出場の見越しをご紹介いたします。呼ばれた見越しの担ぎ手は元気に応えて自分の場所をアピールようにしてください。1番西池袋1丁目紹介、かわいいな、あれ誰の孫だっけ。2番池袋2丁目南紹介、3番西池袋南紹介藤見会、4番2丁目原町会、5番2丁目新国町会、6番御嶽町会、7番長崎2丁目町会、8番国際交流おみこしおかずぐ会、目指しゃべっ、はい、いよいよ行きたいです。元気にお願いします。